戦時の臨時で、おまけにこの人も、まだ学校にいた学生なので、パオ、あの、リードさんとしては、いろいろ命令する。当然俺が艦長だよ。ところが、こいつが指揮権を渡さないわけです。なので、ややこしくなってるんです。ブライドさんとですね、リード注意です。ガンダムのですね、解説本などを見ると、リード艦長って書かれることもあるんですよね。でも、リードさんは注意です。ブライトさんをこの時に、 階級すらありません <laughs>、えー。ただ単に、士官候補生のブライト君で、戦場臨時任官っていうのが制度があるんですね。つまり、戦争状態になった時に、しょうがないから、えー、っと、その場にいる上司が、えー、命令して任官させるっていう制度があるんですけど、多分その戦場臨時任官制度を使っても、まあ、 順位って言われるですね。正位の一つ下あたりが、まあ、ブライトさんのポジションだと思います。だからまあ、リードさんというのは完全に注意だから上役なんですね。ところが、ところがですよ。ブライトさんは仮にもですね、パオロ艦長から任されたわけですね。これを何と言うかっていうとですね、これはですね、海軍用語です。最先任士官。えー、最も先に、えー、任命された士官であるということですね。 これはあのですね、陸軍ではなくて海軍にある制度です。戦争映画とかを見たら、例えば敵に攻撃されて司令官が死んだらですね、その場の人間がやることはすぐに司令部に連絡を取るんですね。だからすぐにトランシーバーとかを取り上げて、無産業取り上げて、司令部司令部とか大丈夫やられたらどうしたらいいか教えてくれとていうふうに言うんです。つまり陸軍っていうのはあくまで上から下までの構造が、上官から一番下の下っ端の兵隊までの構造が決まってるから、どっかで その、なんだろう、隊長とかがやられたら、すぐに上の司令部に連絡してどういう風にしたらいいのかっていうのを頼む。これは陸上で常に周りにですね、連絡が取れる仲間がいるっていうのが前提。これが陸軍の考え方です。ところが海軍。で、おそらく宇宙軍も違う。海軍というのはですね、たった一隻で、 報道してる場合も多いです。で、その時にですね、宇宙船、敵の攻撃とかでですね、ブリッジがやられたら、艦長がやられて、副長がやられて、機関長がやられて、艦班長がやられてっていうふうにバラバラバラッと死ぬことがあると。その時に重要なのが、このサイ人士官です。つまり、その場でですね、いる一番位の上のやつを探すと。でそれがもう五長しかいないとかですね、軍曹しかいない。それでも構わないです。その軍曹の中で、 一番最初に軍曹になった、いわゆる芸人で言うとですね、一日でも早く入った奴は兄さんみたいなもんですね。だから同じくらいの中で一番兄さんを探すんです。で、その兄さんの奴が全部の権利を持っていく。だからブライトさんは、そのパオロ艦長からですね、お前が船を運用しろと言われた時に、順位であろうと士官候補生であると関係ないんですよ。これは彼はホワイトベースの最先人士官になったんですね。なので、 ホワイトベースをですね、実は、ブライトさんはですね、艦長とはまあ、呼べないだろうけども、艦長代理みたいな立場で占めてます。それに対してですね、リード注意はですね、えー、自分が乗ってるスペースシャトルが敵に撃たれて入ってきただけなんですね。なのでですね、注意であろうともですね、実はこの人より、軍隊的に考えると位が下なんですね。こっち、艦長扱いでですね、こちらは避難してきた、 えー、位が上の人なんですよ。これがもし、連邦軍の上層部と連絡が取れてたら、あっという間にですね、リード注意を艦長としろっていうような任命が行われるんですね。でも、このホワイトベースではですね、ルナ2を出た後、一切次にですね、えー、レビル将軍からのコンタクトがあるまでですね、一切の連絡がついてない状態です。イコール、任命が行われてない。ので、 えー、再選人士官制度によってですね、ブライトさんが、ちょっとホワイトベースの官庁代理で、リード中や、はそこに乗っているお客様みたいな立場なんですね。言い換えれば、このホワイトベースが第一話でですね、あの、サイドセーブに入ってきた時に、パオロ官庁がですね、えー、テム・レイっていうですね、アムロ・レイのお父さんに敬語で話してましたよね。あんな感じだと思ってください。 決して粗末に扱えないんだけども、ホワイトベースに関しては私が責任持つという立場がブライドさん。しかしこれも戦時の臨時でおまけにこの人もまだ学校にいた学生なので、パオ、あの、リードさんとしてはいろいろ命令する。当然俺が艦長だよな。ところがこいつが指揮権を渡さないわけですね。なのでややこしくなってるんです、ね。これもあの、お問いになってからガンダムを見るとわかるですね。リード、 注意は嫌なやつだからいろいろガミガミ言って、で、ホワイトベースのみんなしぶしぶ従っているというふうに見えますけども、で、当時もやっぱ僕は、えー、それは学生で見てたので、大人と学生みたいなポジションで見てたんですけど、よくよくちゃんと見てみるとガンダムみたいうのはそこら辺、すごくうまくできてて、再選認識完成度というのもこの中でちゃんと生きているんですね。なので、この変な人間関係になっているんですね。 あの関係が曖昧なま,まなんですよ以前にですねあのこのホワイトベースはもう一番上の人がもうブライトさんしかいなくて軍人がブライトさんしかいないというような話をした時にいやいや違うと竜もいるし他にもあのホワイトベースに軍人いるよいたよっていう人がいるんですけどその通りなんですけどちょっと違うんですよまず竜も士官候補生で彼はあのパイロット候補生っていうですねちょっとあのルートが。 違うんですね。えー、ホワイトベースの他にですね、例えばエンジンルームとかいろんなところに、あの、軍人いるように見えるんですけど、あれはね、おそらく技術士官、つまりメーカーからのですね、出向の人だったりですね、あと医療士官とかですね、まあ、つまり医者とかコックなんですね。で、それはね、正式な士官でないから、 官庁になれないんですね。いくら戦場で、まあみんなやられたからといっても、基本的にはその士官構成というか、あの正式な士官ラインがある限りはその中で任命するというのが前提なんですよ。で、またですね、あのホワイトベースって例えばそのミサイルの撃ち方とかを軍人が指示するシーンがあるんですけど、それはね、やっぱ怪我してる人とかなんですね。で、怪我とか病気でですね、動けない人もですね、やっぱ民間の対象にはならない。 本当にもうブライトさんが士官学校を出てまだ6ヶ月目ぐらいであのいわゆる本当に艦内では坊や扱いのところだったのがですねいきなり艦長扱いになっているというです、ね、ホワイトベースの異常さが、まあ、これでお分かりになるかと思います。と、えー、富野監督の世代ですね、まあ、戦前生まれの人1941年生まれの人ですからですね当たり前だった陸軍と海軍の違いみたいなものその辺の あのギャップというのを富野さん自身が持っている海軍ってこんなとこじゃないのっていうな自分自身がなだろうな体の中に持っている知識っていうかそのギャップを宇宙に持ち込む面白さっていうのがです、ね「機動戦士ガンダム」の一番最初のシリーズにあると思います。